リーキと玉ねぎを使ったタルトフランベオーブンから出したばかりのタルトフランベタルトフランベはフランスのアルザスとドイツ南部で作られている長方形もしくは円形をした非常に薄いパン生地をフロマージュブランなどのチーズもしくはクレームフレーシュで多い薄くスライスした玉ねぎとラードンを乗せて焼いた薄焼きピザに似た料理であるタルトフランベはアルザス地方の名物料理の一つとなっている アルザス地域圏では、この料理は、アルザス語で、フラムクーヘイや、フラムキューヘ、フラムキュア派、フラムクーヘル、ドイツ語で、フラムクーヘン、フランス語で、タルトフランベと呼ばれている。タルトフランベという名称にもかかわらず、この料理には、フランベの工程はなく、焚き木のオーブンを使用して調理する。この料理には加えるトッピングにより、様々なバリエーションのオリジナルレシピがある。 よく見ることのできるタルトフランベとして以下のようなものがある。伝説によれば、この料理を作ったのは、1から2週間に1回パンを焼いているアルザスや、バーデンバーデン、プファルツ地方出身のアレマンゴア社の農夫であるとされる。事実、タルトフランベは1960年代に、ピザの熱狂的な流行が起きるまでは、アルザス地方以外では知られることのない家庭の味であった。この頃は、 タルトフランベは、焚き木のオーブンの温度を知るために利用されていた。オーブン温度が一番高い時期こそが、タルトフランベを焼く、際の最適な温度であったためである。オーブンの中央部にタルトを置くスペースを作るため、燃えさしは側部にずらし、1から2分で、タルトフランベが焼き上がる。この際、タルトフランベの端の部分は火により焼けこんげに近い状態となる。焼き上がりの様子は、 薄焼きピザに似ている。ありがとうございます。